はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。デッキベンチというまたアルブルの、ストアで販売されている折りたたみ式のベンチ、その作り方をご説明させていただきます。で、まあ、どういう形のものかというと、ちょっとこれはまあ塗装で塗り替えているんですけれども、こういう形のものになってます。足をこう出すとこういう形で使えますよと。で、僕も実際家でよく使ってます。外のアウトドアで、テーブルにしたり、もしくはそのテーブルに合わせて椅子にしたりベンチにしたりですね。で、2人かけても丈夫にしっかりできています。で、まあ、この作り方をお届けしようと思うんですけれども、材料っていうのはホームセンターで売られている、2x4 材と 1x4 材、SPF という材料ですね。これでできています。で、僕らのストアでも販売しているんですけれども、せっかく、まあ、もしご自身でやられるという方はですね、ホームセンターで、そのサイズのカットですねしてもらって、ご自身で作るのも当然ありかと思います。もうすぐ組み立てられるように、こういう形で切り出した材料というのが今ここにあります。じゃあ、実際にこれを組み立てる手順というのを、ぜひご覧ください。では足の組み立てからいきます。まず足が、4本あるんですけれども、そのうちの2本を出してもらいます。開いた時にちゃんと平らになるように斜めに切ってある状態です。この尖った部分をこちらの補助具の出っ張りがついている方の先端に合わせてください。こういう形ですね。で、ここに一番短い材料、こういう形で入るようになってます。で、これ高さがきちっと合うようにしていてください。今早速ボンドを塗っていきましょう。こちらの細い材料の方、薄くていいのでしっかりと全面につくように塗っていきます。はい、ではこれを挟み込みます。はい、で挟み込んだらクランプなどがある方はしっかりクランプで留めていただいていいかと思います。輪ゴムを一応付属しています。まあ、これがずれないようにですね、こういう形で、はい、この時にしっかりこの先端がきちっと合うようにしておいてください。で、ですね、印をつけていただいても構いません。なんですけれども、まあ、大体このちょうど中間地点、今材料が入っているところの中心に来れば問題ないかということで、もう印なしでいっちゃいます。で、大体まあ上からどれぐらいかな、15ミリぐらいのところが芯になると思うので、そこに1、2点で止めていってあげましょう。で、インパクトドライバーもしくはドリルドライバー、電動ドライバーの使い方なんですけれども、まあ、こう上から見てまっすぐ、横から見てまっすぐというふうにご自身で調整してやってあげてください。こういう場合ですね、優先順位を決めてあげます。その相手の材料というのが横には長いけれども高さ自体が薄いですということは、こう擦れてしまったらビスが飛び出るリスクが高くなります。今度はこっち横方向にずれた場合、横方向に多少ずれたとしてもここには材料がありますので、横方向にずれる方がまだ失敗が少ないというようにリスクが、変わってきます。なのでこの場合だったら横から見る方を優先してあげてください。こうですね。そしたら多少こう斜めになったとしてもあんまり、その失敗というのにつながりません。電動ドライバーの使い方なんですけれども、しっかり向こう側に押し付けてやります。こっちから向こうに押す力というのはできるだけ 100% の力でグッと押し付けてあげてください。で、そしたらここが一つのポイントです。皆さんグッとトリガーを握ってしまうんですけれども、初めはちょろちょろ、はい、こういう形でですね、ビスが自立するまではこういう形で軽く握ってあげます。これを何も考えずにグーッとやってしまうと、よくここからビスがビットが外れてガツンとここに傷がいってしまったりします。ですのでグッと押さえて軽く入れてあげます。そうすると木の繊維などにも流されて、ビスっていうのは必ずしもまっすぐ入っていきません。で、今若干多分こっち側にこういうふうに寄ってると思います。じゃあですね、そのビスが向いてる向きにもう一回自分も直ってあげて、まっすぐ入れと押していても今度ここから抜けてガツンとまた外れてしまうので、ビスが行きたい方向を確かめながらちょっとずつ入れていってあげます。はい、でここで、インパクトドライバーをお持ちの方というのはご自身の握り具合で調整してあげてください。ドリルドライバーをお使いの方はそのトルク調整でビスの頭がしっかり入るところまで入れてあげたらいいかと思います。では同じようにこちら側ですね、はい、だいたい縦の列が同じになるように狙いを定めて、はい、初めは軽くで、ビスが
行きたい方向がなんとなく見えてきた。はい、見えましたね。そしたらそのまま押していってやると、はい、いうような形になります。でもし、まあ、この人間どうしてもこの横からの力というのは力が入りにくい、やりづらいということもあると思います。もしであれば立てて上から押し付けるような形ですね。で、やってやるのも一つ手かと思います。じゃあ同じく反対側もやっていきましょう。はい、これで1個足が完成しました。そしたらですね、輪ゴムを取ってこのはみ出たボンドというのを拭き取ってあげましょう。角でなかなか雑巾が届かないという場合はいらなくなった歯ブラシを使ってこすってあげます。そうするとですね、ボンドがこういうふうにふやけて溶けてくれますので、それを今度はこのウエス雑巾で拭き取ってきれいにしてやると、というような形でですね、ボンドをしっかり取っておいてあげてください。この時ボンドをしっかり取っておかないと塗装に影響してきます。できるだけこの白いものがなくなるようにしっかりこすって、取っていきましょう。ではですね、今うまく留めついたんですけれども、人によってはこう入れてるうちにこうこちらの材とこちらの材料が離れて浮いてくるっていう方がいます。そういう方は一回抜いてぐっと力を入れながらまた入れて、また抜いて入れて、こうしてやることで、しっかりここがつくようになります。何にも考えずにこのままぐっと押さずにやっていくとですね、向こうの材料にビスが入りかけた時に螺旋になっているので、こちらに押し出してくる、この足自体を押し出してくるような力が働きます。ですのでそうならないようにグッと押し付けたいんですけれども、どうしてもその力がちょっと足りないという方は抜いて入れて、抜いて入れて、というふうにしてあげてください。でその時に出来上がった時に必ずここに隙間がないように、隙間があるとこう動かした時にグラグラします。それが一つの判断基準ですね。もう今これで動きませんので隙間なくしっかり止まってます。はい、これで足の完成です。ではですね、続いて、天板と留め付けるための幕板というんですけれども、その枠を作っていきます。この一番長い材料と短いんですけれども、その中間の材料ですね。僕らのまあ材料はですね、通常 SPF 材を買うとこういうふうに面が取ってあります。でその面が取ってある方を統一してあげると、きれいにかと思います。でですね、こちらに僕らの方でですね、ビス穴を開けてあります。なんでかというと、まあ、この下穴を開けないとですね、こういうちょっと端っこっていうのはバキッと割れてしまいやすいということで、割れないように僕らの方であらかじめ下穴というのを開けています。はい、ではですね、その下穴が手前に来るように置いていただいて、でまたですね、こちらの、内側に来る短手の材料にボンドを塗ってあげましょう。はい、ではですね、この材料を短手を長手で挟み込んであげましょう。先ほどと同じくですね、クランプがある方は、クランプで留めてやるのが一番いいかと思うんですけれども、またここでも輪ゴムを使いましょう。はい、で輪ゴムで留めた時点でですね、ちょっとこちらの端っこがきっちりきちっと揃うようにこういうふうに合わせてあげてください。でこの時点で一応足が入るかどうかをチェックしておいてください。こういう形でですね、よいしょ、もうこうやってもしであれば入れておいていただいても構いません。はい、じゃあこれで入ることが分かりましたので、はい、これで止めていきましょう。はい、それではですね、こちら下穴が開いている方にビスを止めていきます。今度は、短めのビスを使います。はい、この状態でもう下穴が開いてますので、はい、こういうふうにビスがしっかり埋まるまで、止めていってください。この下穴と皿取りのこの穴以上に無理に押し込んでしまうと、やはりここが割れてしまいますので、このくぼみにビスのお皿が埋まったなと思ったら、はい、もうそれ以上はやらなくて大丈夫です。では同じようにその繰り返しですね。人間この上から重力を使って下に押すというのが一番力がかかってやりやすいです。 できるだけこの状態で直角が出るように差し金などを使ってきちんとチェックしながらやってください。
はい、それではですね、この外枠とこの足ですねが、出来上がりました。ではこれに天板を留め付けていきます。ではですね、これが天板の材料、合計9枚になりますね。はい、9枚をご自身のその木目棚に合わせて好きなように並べてください。で、僕ら、これ色違いにコラージュみたいに塗り替えるようなことも、してるんですけれども、塗料がいろんなその種類がない方っていうのはなかなか大変かと思います。一色でも全然構いません。この板の塗り分けをしたいという方はこのバラバラの状態で塗り分けておいた方がいいかと思います。今回はこの白木のままで進めていこうかなと思います。はい、ではですね、こういうふうに並べたら一度こう端っこが直線が出るようにしっかりこういうふうに合わせてあげてください。こういう形ですね。この材料を使っていただいて構いません。トンと合わせて端っこがまっすぐになるようにこのままここにポンと置いてやります。で、この時に面のついている側というのがこちら上に来るようにしてあげた方がいいかと思います。こう持ち運びするときにですね、角が尖っているとどうしてもなかなか痛いということがありますので、この面をそのまま利用してください。はい、じゃあそれでは、止めていくんですけれども、僕ら一応任意なんですけれども、このまま打っていってもいいですし、でボンドを塗るのももちろんありだと思います。でこの時にもちろん下穴を開けておいてもいいかと思います。ただその下穴切りみたいなものがない方というのは、もうそのままビスで、止めていきます。端っこからいきます。2点で止めていきましょう。1、2、1、2、1、2。で、ここの部分にはビスが先にもういますので、若干この縦のラインから避けておいてあげた方がいいかと思います。はい、ここでは長いビスを使います。はい、この50ミリですね。では先ほどと同じようにこの板厚の中心あたりを狙って、今度はですね、こうずれ場合と、あとこうずれた場合、どちらがリスクが大きいかといえばこうずれた時の方がビスが飛び出る確率が多いということで、こう横からできるだけ目を見てやるといいですね。それでは先ほどと同じように軽くビスをこう自立するまで軽く入れてあげます。その後は上からグッと押さえつけて、はい、こういう形でビスが埋まるまでしっかり止めてあげてください。はい、これでちょっとやそっとのことじゃずれなくなりました。はい、ではあとは流れ作業で止めていきます。ではですね、枠ができましたので今度は足を入れてやります。そしたらですね、今度長板を取り付けていきます。長板なんですけれども、覚えておいてください。ルールがあります。切り込みが入っている方を僕らは羽と言ったりします。この羽側の方が動く側ですね。本体じゃない方にこの羽がつくようになります。こうやって留め付けていくんですけど、切り込みの入った羽側がこう足の方に来るようにしてあげてください。これがちょっと強度だったりに影響してきます。はい、ではですね、今度これを留め付けていきましょう。で、そのままもう慣れてる方はこう押さえながらビスを打って固定していってあげればいいんですけれども、はじめに長板に両面テープを貼っておいてあげるとやりやすいかと思います。凸がある方がこうならないようにしてあげてください。凸がある方が上になります。で、この状態で足をトンと置いて、この足の平面がこの天板にしっかりつく位置で、かつそのままこの枠に当たって止まる位置、ここの角に当たって初めて足が止まってくれますよという位置まで持ってきます。この時にですね、壁にぴったり長板をつけてしまうと、もし長板が曲がった時にここ擦れてなかなかその開きづらかったりします。ですので、ここ長板が壁を擦らないように若干1ミリ2ミリ内側に留めつけてあげてください。ではですね、これで留めていきます。はい、1点こちら側を留めたら今度は斜めになるのでちょっとやりづらいかと思います。はい、こういう形で留めてあげましょう。で、この長板なんですけれども、ここの部分がくぼみになってます。で、最後これビスが入っていくときに
皿の部分で、この皿の部分がですね、この長板をグッと押し込むことがあります。ですので、まあ、穴だったら適当でどこでもいいというわけではなく、できるだけこの穴のセンターですよね、センターを狙ってやってやると、今止めたい位置からずれずにしっかり止まってくれるよ。全部止める前に今度反対側を止めていってやりましょう。もう1点止めてあげたら、この状態で閉まるかどうかチェックしてあげてください。はい、これできちっと閉まるようであれば他のビスも全部止めていきます。で、他にここ穴がまだ残っていますので、もし閉まらない、斜めになっちゃった、斜めになってこれがぶつかっちゃうよという時は、今度他の穴を閉めて調整をしてやるというような形の考え方になります。はい、ビスがですね、これ皿の内側までしっかり入ったら、もうそれ以上は回さないでください。そうすると、あの、回してしまうとですね、中で、木を削ってボソボソになってビスが効かなくなります。はい、これで足が片側取り付きました。では反対側も同じようにやってみてください。で、インパクトドライバーをこうやって逆さにして持ってやると、こういう隅のやりづらいところも、はい、綺麗に入るかと思います。はい、これでこういう形で綺麗に締まるようになりました。ということでですね、はい、こういう形でしっかりと綺麗に出来上がりました。はい、ということでですね、こういう形で完成しました。こういう角を落とすためにサンディングなどもしてもいいかと思います。まあ、ご自身でやってみてください。で、もちろんそのサンディングした後で塗装でご自身の好みの色に塗っていただいてもいいかと思います。はい、で、まあ、僕らがおすすめしているのは、まあ、ペンキとかで塗ってもいいんですけれども、まあ、木のこの質感、木目ですね、こういう形の木目が活かした方がいいかなというふうに考えていますので、例えば、まあ、ホームセンター市販で売られているものであれば、まあ、トコオイルなどで着色して塗ってみるのもありかなと思います。コラージュしたような形で色を塗り分けてもいいかと思います。で、あとは、まあ、これステンシルで、僕ら自分で作ったんですけれども、そのステンシルでスプレーをシューと吹きつけると、また一つの、かっこいい味になるかと思います。もちろん電子で使わない時っていうのは、壁にこうやってかけておいてもおしゃれですし、コンパクトになります。だいたいこれで厚みが今、65mm くらいですね、になりますので、すごいコンパクトに使えます。はい、ということで、アウトドアのシーズン、行楽シーズンなどに一つ車に積んでおくというのも一つありかなと。あとはですね、まあ、僕らこれキットとして販売しているんですけれども、まあ、僕らの方で皆さんが加工しやすいように角度をつけて切ったり、まあ、いろいろ、そのちょうどいい厚みにしたり、例えば、まあ、こういうふうにしっかりと、この中に収まるように寸法をできるだけ厳密に切ってご用意しています。なんですけれども、ホームセンターにある材料でご自身で、カットサービスなどを使って、で、ご自身で調達されるというのもありだと思います。また、皆さんが、気楽に作れるような DIY として、ぜひトライしてみてもらえればなというふうに思ってます。はい、